こちら愛知県一宮市のインター近くなんですが、道路沿いにはできたばかりの物流センターが立て続けに3つ並んでいます。日本のほぼ中央、愛知県で今物流拠点の建設ラッシュが起きています。一体なぜでしょうか。長距離トラックのドライバー正樹さん、今夜運ぶのは関西国際空港で荷揚げした沖縄の小菊です。大阪を出発し届けるのは名古屋と豊明。さらに岐阜まで行こう。12時間は絶対かかりますね。眠くなったら窓開けるとか、ラジオ聞くとか。そんな正樹さんは今ある問題に直面しています。それは2024年4月から運送業者に対する時間外労働の上限規制が始まります。すると長距離の輸送ができなくなるドライバーが増えることから物流の停滞が懸念されています。正樹さんの会社も頭を抱えていました。拘束時間が 14.5 時間、やはり12時間以内に抑えないといけないな。正樹さんのトラックが到着したのは名古屋の柿市場にある名工ハブセンター。花はこの後豊明岐阜と運ばれるはずなのですが、荷台は空に。正樹さんはそのまま関西にとんぼ返りしてしまいました。とそこにやってきたのは別のトラック。ここから先はこのトラックが積み荷を引き継ぎ運びます。ここを中継地点に花の輸送をリレーすることでドライバー一人一人の輸送時間が短縮できるというわけです。愛知県は日本のど真ん中にあり、物を中継するハブとしてのニーズは今後高まりそうです。愛知県というのが日本の中心部にあるというのは魅力の、将来的なそのビジネスにはなっていくと思います。はい、愛知では物流の効率化のための技術革新も進んでいます。ずらりとトラックが並ぶのは自動車部品メーカー豊田合成の物流センター。トラックの後ろにあるのはカメラ。撮った画像を人工知能 AI で解析します。外側の枠いっぱいに荷物を積んで積載率 100% ですが、この荷台にはまだ余裕があるのが分かります。画像を解析しデータにしたのがこちら。5台のトラックの積載率は 70% から 80% 程度。積み荷を無駄なく振り分け直すと必要なトラックの数は4台になります。徹底した効率化を迫られる背景には愛知特有の事情もあります。トヨタグループだと、ジャストインタイムっていうのをご存知だと思うんですけれども、ジャストインタイムとは必要なものを必要な時に必要な数量だけ発注する生産方式のこと。ただその発注に応えるためにはトラックを1日に何往復もさせる必要があり、2024年問題に対応するためにはこの数を少しでも減らさなければなりません。 AI カメラを導入することで年間およそ4400便を削減できる見込みです。物流拠点の建設ラッシュが続く愛知県には、これまで以上にたくさんの人や物が出入りすることになると思います。物流の効率化につながる新しい技術やサービスの提供といった新たなビジネスの創出も期待されています。